世界一素晴らしい街、オーストラリアのメルボルン。メルボルン観光に最適の季節といえば春。この時期に開催されるのが、競馬と社交の祭典として世界有数の華々しさを誇るメルボルンカップカーニバル。国や州の文化遺産でもあるフレミントン競馬場を舞台に、1週間にわたって繰り広げられるオーストラリアならではのこの祭典には、国内外から35万人を超える観客が訪れます。カーニバルの中心となるのは、オーストラリアでも最大規模の4つの競馬レース、エイミー・ビクトリア・ダービー、ケネディ・オークス、スペルト・ワインズ・ステークス、そして世界に名だたるレクサス・メルボルンカップです。メルボルンカップの賞金総額は2マイルレースとしては世界最高であり、世界中の名馬が競って出走するこのレースはまさに世界規模のイベントです。レクサス・メルボルンカップの圧倒的なスケールは言葉で伝えられるものではありません。しかもこれはただの競馬レースではありません。158年の歴史を誇る、文字通りオーストラリアを釘付けにする社交と文化の一大イベントなのです。カップは年に一度、オーストラリアの持つ魅力の粋が集められ一堂に会す場所なのです。ファッションやグルメとワイン、スポーツ、文化、ビジネス、そしてセレブリティ。期間中メルボルンを覆うファッションの華々しさは人々の目を奪います。華やかに着飾った男女がこぞって集うフレミントンの競馬場は、自分のファッションを見せるだけでなく周りのファッションを楽しむ場ともなります。南半球最大のバラ園を背景に行われるメルボルンカップの日には、野外としては世界最高峰のファッションイベントも開催されます。世界中から訪れるセレブリティもメルボルンカップカーニバルの話題の一つ。王族やアカデミー賞受賞俳優、グラミー賞受賞アーティストからスーパーモデルまで、世界のトレンドセッターが勢ぞろいします。その興奮は今も変わりませんし、一度は体験しておくべきものです。ぜひメルボルンカップカーニバルを訪れて、競馬とファッション、グルメ、エンターテインメントに世界有数の住みやすさを誇る街が湧く最高の1週間を満喫してください。オーストラリア最高の競馬の祭典は今や世界的なイベントです。メルボルンカップカーニバルの魔法にぜひその手で触れに来てください。